皆さんこんにちは。音楽家中央奏者して金管バンド専門家の河野和之です。皆様いかがお過ごしでしょうか。久しぶりのですね、 Vlog の、更新ということで、なんか本当に時間が経つのはあっという間でですね、なかなかちょっと、Vlog 更新できなかったんですけども、今日少し、やらせていただきたいと思います。多分前回公開したのが、ちょうど祭りの時期だったので、あれが6月7月いつでしたかね、まあ、7月でしたかね。その後もですね、もういろんなことやってましたね。一番大きかったのは、まあ2週間のオフを取りました。ちょっと、今年の2月から、7月ぐらいまで非常に、忙しかったので、ちょっと2週間オフいただいて、韓国のチェジュ島行ったりとかね、すごい良かったですよ。まあ暑かったですけどね。まあ、あとは、まあ、ブラッシングリサイタルが、なんと15回目をおかげさまで迎えることができてですね、そこでソロを吹かせていただいたりとか、リバーサイドブリティッシュブラスの皆さんとですね、大きなノップのフルド系変奏曲、なんかのですね、演奏させていただいたり、まあ、あとはね、エドガーク吹奏楽連盟の、定期演奏会で式も振らせていただいたりとか、いろいろやらせていただいたりとかして、充実はしているんですが、なかなかですね、こう、そうやってこう、忙しさにかまけてですね、こうなんか新しいことができてないな、みたいな、ちょっと最近の悩みがありまして。なんかね、また、ノートね、ブログですね、の回、再開とか、まあこういう Vlog もそうですし、またですね、こうチューバの基礎練習の仕方とかもね、なんかまた改めて、今の自分が言えることとかも、共有させていただけることとかもあるかなと思いますので、そういうのとか。あとは、まあなかなかね、リサイタルを開くというのが、開きたいんですけど、その前になんかもっとライブ配信いっぱいしてからしたいなと思って、チューバのライブ配信もしたいし、あとは一番大きいですね、あれですよ、オンラインブラスバンドコンテスト、こちらもやりたいと思っておりまして、もうですね、審査員も、イギリスの素晴らしい、金管バンドの方にですね、予約しましたし、課題曲も決まったし、まあ、あとはやるだけなんですけどね、今どういうふうにこういろんなバンドの皆様にお声掛けしようかなというところで悩んでいる最中です。皆様ぜひ発表の際はですね、参加していただいて一緒にコンテスト楽しみましょうね。はい、めっちゃ面白いですからね、コンテスト。まあというのも、今年7月にまあ、以前の Vlog でもお話しましたが、リモートでバラセーターナリーの、ね、皆さんと一緒にニュージーランドのコンテスト出させていただいて、すごく良かったんですよね。やっぱ何ですか、競い合うって、まあなんかちょっとこうネガティブなイメージも少しあると思うんですが、僕が今まで金管バンドのコンテストを出させていただいて、やっぱ特にニュージーランドとかはすごくフェアだったし、勝者も敗者も、敗者というか、まあただ単純にどこかのバンドよりもその年ですね、その年、その瞬間、その課題曲は、違うバンドのがうまかったっていうだけなので、いいバンドと悪いバンド決めるやつじゃない感じがやっぱすごく良かったなと思って。でやっぱ日本でもそういう形でね、なんか、競い合って、そして、より良い、演奏ができるようになったりとか、他のバンドの皆さんとね、交流ができたりとかする機会になればいいなと思ってですね、ちょっと開催しようと思ってますので、ぜひ皆様遊んでいってください。今週はですね、まあそうなので、まあそういうクリエイティブなこともね、ちょっとまた再開したいなと思っております、たくさん。そして今週はですね、1回、吹奏楽の本番があって、でもう一つが、金管バンドですね、ネクサスプラスバンドの皆さんと一緒に、茨城県水戸駅から歩いて15分ぐらいですか、多分ねバス使った方がいいです。水戸市民会館のですね、矢倉広場で、今回なんと2公演させていただきますので、ぜひ皆さんお越しいただいて、一緒に楽しみましょうという具合にですね、まあ、7月、8月、まあ、9月、本当に暑かったじゃないですか。ですがですね、やっと最近、今日が9月の26日なんですけども、やっと涼しくなってきてね、よかったなと思って、ぜひ皆さんも熱中症気をつけてね。で、まあ、これから涼しくなりますけども、お腹出して寝てるとやられますからね、ぜひ気をつけていただいて、また、僕の方でも、クリエイティブにいろんなことをやらせていただきたいと思ってます。来月は、三重県に行くのかな、名古屋駅からちょっと移動してやるんですけども、ブラスバンド体験会東海のですね、主催の、ブラスバンド体験会第2回目も、やらせていただきますので、本当にですね、日本中の皆様にお会いできるのを心待ちにしております。本当に楽しみです。というわけで、僕も頑張りますし、みんなもね頑張って、どんどん面白いこといっぱいやりましょう。というわけで、本日もありがとうございました。またお会いしましょう。 Thank you very much for watching today. See you soon again. Bye.